腹が減った腹が減った。レッツリライフ、トムハルキです。現在がですね、3月14日の深夜0時40分でございます。お腹空いちゃった。夜ご飯食べたんだけどね、6時半ぐらいに夜ご飯を食べて生姜焼きを食べたんですよ、家でね。で、まあ、そっから動画を1本、2本、3本動画3本撮ったんですよ。そりゃお腹もすくわな。というわけで FL の飯テロシリーズでございます。あのね、深夜なんでね、あんまり大きい声は出せません。はい、バーン。というわけで今日はね、食べたいものがあるんですよ。何かと言いますと、すき家でございます。ありがとうございます。すき家うまいよね。すき家うまいよ。深夜に食うすき家うまいんだ。というわけでね、近所のすき家に行って、すきすきすき家をすきで行きたいと思います。はい、マジで腹減った。マジで腹減った。皆さん、この動画深夜視聴推奨です。早速買ってこようと思います。というわけで今回は深夜0時にお腹が空いてしまったんで、すき家で牛丼を買ってきて食べたいと思います。自由にやっていこう。なん、今気温何時よ。は12度。12度は寒いね。さすがにね、半袖じゃきついよね。よいしょよいしょ。思想武装スウェット、よし、じゃあ買いに行きましょう。歩いていきます。本当はね、自転車で行きたいんだけど、なんかこの前駅まで自転車で行って、まあ用事済ませてきて、で帰りも自転車乗って帰ってきたんだけど、家にね、一回荷物を置いてもう一回自転車で他のとこ行こうとしたら、荷物を置いたわずか10分の間にパンクしてて、はぁと思って。だから今原因は分かんないんですけど、まあ劣化かな、4年乗ってるからかなっていう感じなんで、今ね自転車ないんですよ。ということで歩いていきます。あ、持ち帰りで現金で大丈夫です。はい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 、あれ忘れた。よいしょー、はい、買ってきました。いや、腹減ったマジで。はい、買ってきたのはこちら、チーズ牛丼でーす。最高かよ。お茶持ってくるわ。ラッキーラッキー。なんか家に爽健美茶があったんでもらっちゃいました。家族のかもしれないけど、まあでも爽健美茶俺好きだからね、多分俺のためですよね。ありがとうございます。あー、うま。いやー、すき家はチーズ牛丼ですよ。やっぱチーズ牛丼かネギ玉牛丼。ネギ玉牛丼はね、ちょっとネギ臭くなっちゃうから、口が。それが嫌で、あんま食べない。じゃー。これはサムネです。やばいね。死ぬほど美味しそう。うわ、やば。飯テロにも程があるでしょ、これ。うわ、輝いてるもん。半端な。毎回ね、すき家行くときお持ち帰りで、箸とスプーン、どっち使ってたっけってなるんですよね。で、持って帰ってきてもまだわかんないから、まず箸使うわ。みんなはすき家とか食うとき、どっち派ですか、スプーンか箸か。ということで、いただきマッシュルーム。まず肉だけいこうかな。そんなことしたことないけど、うわ、動画的にね、そうした方がいいかなと思って。うわ、えぐ。いただきます。うまっ。そしてね、この玉ねぎがね、絶妙にいい味出してるんですよね。そして米ですよ。あー、うますぎる。深夜何時よ。
深夜1時にすき家食ってるのやばいね。うわー、この絡み合ってんのがたまらんですよね。半端ない。あぶあぶ。うまみんなチーズ牛丼にさ、タバスコって入れる？入れないんだよね。入れたことはあるんだよ。辛いもの好きとしてはやっぱさ、タバスコがあったら入れなきゃいけないと思うわけじゃん。入れたんだけど合わないんだよね、個人的には。あんま見たことない、タバスコを入れて食べてる人俺の周りにいる。逆に皆さんはチーズ牛丼食べるときにタバスコ入れますか？入れる人もいるだろうけど、入れなかったら人生の損ですよまで行く人いますか？いないんですよ。知らんけど、マジでうまそう。いや、うまいんだけどね。食ってるからうまそうじゃない、うまい。たまらんね。うん、うまい。本当に美味しい。俺最初好きやね、嫌いだったんですよ。小学生の時に友達に連れられて初めてすき家に入ったんですね。その時にのチーズ牛丼かな、普通の牛丼かなを食べたんですよ。したら、え、牛丼って美味しくないと思って、小学校の時にね、まあもう3、4年か5、6年、うん、それぐらい、3、4年生かな、4年生、まあそのぐらいの時に、牛丼って美味しくないじゃんとか思ってて、なんかね、冷たかったんですよ。まあ地元変わってないんで、この店舗に行ったんですけど、すごい冷たくて、美味しくなかったんですよ、牛丼が。で、まあそっから牛丼嫌いになりまして、まあでもそうね、成長していくとさ、中学生ぐらいでさ、まあちらほらこう牛丼のうまさを語ってるやつが出てくるわけですよ。何がいいんだろうなとか思ってて、牛丼なんか食ってんのとは思わなかったんですよ。まあ牛丼だからね。でもまあ自分でこう積極的に食べる機会を設けようみたいなことは思わなかったんですよ。で、確か中学2、3年生のいつかに親戚、まあおじさんですね、おじさんが家族を連れてうちに遊びに来た時に、夜ご飯が勝手にすき家になってたんですよ。でもその時は、うわすき家かみたいな思わなかったんですよ。あ、すき家ねみたいな、まあその嫌いっていうよりかは興味がなかったんで、まあ、すき家ねみたいな思って、その時にネギ玉牛丼をね食べたんですよ。したら超美味しくて、牛丼ってうまいじゃんと思って、そっから牛丼はハマりましたね。今考えればね、牛丼が美味しくないなんてことはありえないですよ。今ではこんな深夜に買うまでにやっちゃってね。あ、ちなみに中盛りです。大はね、多すぎる。でも深夜パワーか分かんないけど、いつも昼とか夜ご飯は中で結構きつくなるのに、結構もう中終わりそうだけど、まだお腹空いてるもんな。この後半のさ、チーズと米と肉がこう絡み合ってるのが美味しいよね、また。うん、美味しい。誰がこんなつゆにさ、ダクダクになった米とさ、牛肉みたいなさ、牛肉みたいなさではない、牛肉にさ、チーズが合うと思ったよ。最初意味不明だったもんね。チーズ牛丼、牛丼にチーズみたいな思ったもん。うん、うまい。あー、これチーズ増量ってできんのかな。完食。いや、今日は大いけたな。好きやね、 YouTuber は結構好きや行きますよね。5分で食って帰ってくるとか、好きや全品とか、1週間好きやとか、
やられてますけど、そんな中この YouTuber 戦国時代のさなか、俺はただ深夜に好きな牛丼を一杯食うだけっていう、自由すぎんだろ。今この動画を見てる方は絶対にすき家に行きたくなってると思います。ありがとうございます。はい、行ってください。どうぞ行ってください。というわけで今回は以上でございました。動画いいなと思ってくれたらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。おやすみ。でも寝る前に飯食うのは絶対良くない。